こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見ダイソー仕入れでアカウント削除の商品発生この商品を出品するときはぜひ注意してくださいという点を目いてお伝えしますそれでは早速いってみましょうはい <music>、えー、この動画で,ですね、えー、この貴重な情報ですねあのゲットしましたぜひね 紹介させていただきます。はい。えー、こちらですね。えー、なんとですね、えー、こちらです。はい。えっ、ー、と、マスクです。はい。で、あの、このマスクなんですけど、今現地でですね、えー、コロナウイルスが、あの、ま、中国から、ね、発生して、で、あの、ちょっと余談になってしまうんですけど、中国の方ですね、えー、と非常にですね、あの、会社のもね、出資禁止ぐらいのですね、勢いの、もう病気なんですよね。コロナウイルス、すごいです。で、あの、これですね、あの、 ダイソーの商品を仕入れて売ってる値段があるんですけど、異常に高く売ってるってことで、メルカリにね、あの苦情の連絡が結構あるらしいんですよ。なので、この異常に高い値段でね、売ると警告を受けてるらしいんですよ。で、あのー、実際ですね、これ100円で売ってますので、もうこの100円で言うと30倍で、これ24倍なんですけど、まあこれは3つで出してて、ちょっと数で売ってるんですけど、異常にね、 いい値段で商品を売るとですね、やはりですね、あのー、まあ、先ほども言ったんですけど、苦情ですね、これがあるみたいで,であの、これを何回も繰り返すとね、アカウント削除の影響があるようです、実際に。これあの、生の情報ですね、キャッチしました。ぜひね、あのこのマスク、実際売れ、もう本当に売れてるんですけど、出品するときはね、ぜひね、値段相応にね、 まあ、この2つとか、ね、3つとか出している方結構多いと思いますね。こういったふうにですね、まあ、気をつけて、ね、出品していただかないと、せっかく、ねあのー、作った、ね、メールからアカウントが削除してなくなってしまって、ね、もう使えなくなってしまいますので、ぜひ、ね、注意していただけるば、ね、いいかと思います。はいはいえー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。人件お散歩お願いします。あと、YouTube がその人スは受け付けてません。 ライト登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。